雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字かお金を含むのはなんでなんでしょうか。人と線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春ってね札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンス、どこか期待していた。先生どうでもいいんですよ。生きてるだけで痛いんですよ。ニッチェもフロイトもこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指で書こう。思い出だけが見たいのはわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけが知りたいのはわがままですか。